皆さんこんにちは。グーチャンネルのグーです。今回は店舗が限定されてしまうのですが、専用ポイントを現金化できる店舗を発見しましたのでお伝えいたします。前回の動画でココクーポンを紹介させていただいておりますので、まだの方はそちらもご確認いただければと思います。皆さんにとってお得な情報を発信していきますので、よかったら見ていってください。前回の動画で専用ポイントが使える店舗が少なく、期間が短い対応の秘策をお伝えしましたが、さらに面白い店舗を発見しました。その方法がこの弥生軒さんで飲食を行い、ココクーポンを使用する方法です。残念な点は、弥生軒で使えるお店を調べたところ、草津駒井沢店のみでした。他の店舗では使えませんのでご注意ください。では実際の専用ポイントを現金化する方法を見ていきましょう。結論からお伝えすると、弥生軒の無人レジではココクーポンが使用できないため、まずは普段通りに食券を購入して、店員さんが食券を回収しに来られるタイミングでココクーポンの処理を行って、購入した金額分現金で返金してもらえる形になります。まずは無人レジで現金かこちらの他決済にて支払いを行います。 QR ポイントの期限のあるものや使い道に困っていた決済を使ってしまうのもおすすめとなります。席に着いたら店員さんが食券を取りに来てくれるので、ココクーポンを使用しますと伝えると、店員さんの指示によりココクーポンのポイントを使用することができ、ポイントを支払った分の金額分現金で返金してくれるというシステムになっております。実質専用ポイントを減らすことができて、現金で返ってくるという形で現金化ということですね。仮に15,000ポイントを弥生軒全てで使い切ると、15,000円返ってきてしまって、5,000円お得になるということが起こってしまうような気がしております。先日ココクーポンのクレジット決済サービスにセキュリティ上の問題があったとニュースの方が流れており、公式サイトの方でもお詫びとお知らせの方が掲載されております。クレジットの情報を処理している運営会社の方に問題があるようで、レジオンペイ自体は使用しても問題がないとのことです。現在はクレジットカード決済が停止されており、コンビニ支払いのみとなっております。支払ったクレジットカードの情報が漏れている可能性がありますので、クレジットカードの明細書をよく確認して不正利用がないか確認した方が良さそうです。1月28日にはフリーダイヤルで相談できるコールセンターが開設されるようです。早期発見をすることにより不正利用された金額を保証してもらえる可能性が高くなりますので、しっかり確認しておきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。滋賀県を中心にお得になるような情報を上げていきますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンにて応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。